F2 次期戦闘機開発が日英意共同開発が合意され、開発が急加速で進んでいるのはご存知でしょう。しかし、日本 IHI 社製 XF9 エンジンをイギリスの持っている ATF でシミュレートできるかはご存知ですか？今回は F3 戦闘機開発と IHI 社製 XF9 の陸上 ATF でのシミュレートを詳しく見ていきます。XF9 は性能試験にクリアすごい数値を叩き出していますが、このシミュレートが量産化するかの判断材料に。日本が現在の F2 戦闘機の代替機として推進してきた次期戦闘機開発計画は、2022年12月9日にイギリス・イタリアの3カ国によるGCAP グローバルコンバットエアープログラムとなることが正式に発表された。これは現在の F2 戦闘機もアメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとした共同開発であったことや、 F-15J イーグルや F-35 ライトニング2がライセンス生産及び輸入とアメリカとの取引であったことを鑑みれば大きな変化である。実に、太平洋戦争の敗戦後、日本がアメリカ以外の国との間で航空機の共同開発を行うこと自体が初の試みであり、少なくとも3年ほど前までは、今回もアメリカのロッキード・マーチン社との共同開発が固いと見されていた点を大きく覆した。アメリカの同盟国や、それに準ずる西側諸国が、2023年の現時点でも唯一入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機としてのロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2の存在感は巨大で、次世代機の開発においても、その中心となると、目されてきた。しかし、今回の正式発表で、そんなアメリアのロッキード・マーチン社が、日本の次世代戦闘機開発計画にメインで加わらなくなった背景には、大きく分けて、2つの理由が、そこに横たわっていたと、推定されている。まず、1つ目は、日本の次期戦闘機開発のスケジュールの問題であり、現行の F2 戦闘機を、2035年を目途として退役させるために、その時期には量産化され、最初の実戦配備が行われていなくてはならないという、前提がある。これに比して、アメリカ軍の新型戦闘機の配備時期の目安は、少なくとも、10年前後は、遅い2040年代と考えられており、開発スケジュールそのものが、自国で実施するプロジェクトと、大きな乖離があったことが、指摘されている。無論、アメリカのロッキード・マーチン社にしてみれば、自国での新型戦闘機の開発が、最も重要視される課題であり、仮に、今の、F-35 ライトニング2のような形で同盟国等に拡販せずとも、本国だけでも膨大な生産数がもう見込まれている。そうした需要を抱えていることが当然である。ロッキード・マーチン社は、切れと比すればたかだか90機前後とも言われている日本の次期戦闘機の開発への積極的な関与など、ビジネスとして見た場合の優先度は著しく低かったのだろう。そして、2点目が、日本の次期戦闘機は、ロッキード・マーチン社からすれば、次世代の戦闘機の範疇には至っておらず、あくまで、現行の F-35 ライトニング2のような、いわゆる第5世代機の枠を超えるものではないとの判断だとも解釈されている。この点に関しては、日本の次世代戦闘機も、今回共同開発に踏み切ったイギリスのテンペスト計画も、数年前までは、いわゆる第6世代機の開発を目指すプロジェクトであるとの見方が一般的であったこともあり、耳の痛い話ではある。ただし、そもそも、こうした第何世代というような、くくりで実在する戦闘機をいずれかに区分する手法というのは、何らかの定量的で絶対的な線引きがあるわけではなく、あくまでも、
後付けの評価の一つに過ぎないことは理解しておくべきだろう。まあ、今のところいい第5世代機と言われる機体の特徴は、機体そのものに、高度なステルス性能を持つこと、音速を超える速度で巡航できることなどが、マストな条件であり、次世代機は、これらにプラスアルファした機能が備わることは、間違いない。それを、ロッキード・マーチン社やアメリカ軍側が、いわゆる第6世代機だと、概念上捉えなくとも、今回共同開発を行う、日本、イギリス、イタリアの3カ国が必要とする要素を実現できれば、それは、それで成功と見るべき結果だと思える。さて、そんな新たな道を歩み出した日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP、グローバルコンバットエアープログラムだが、そこでやはり注目される大きな項目の一つが、いかなる機関部を搭載するのかという部分だろう。今回の GCAP、グローバルコンバットエアープログラムでは、日本からは、機関部の担当として、IHI 社が、イギリスからは、同部門に、ロールス・ロイス社が参画することが公表されており、後者が、指導的な立場につくことが想定されている。イギリスのロールス・ロイス社といえば、イギリスやイタリアが採用している、現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、また、F-35 ライトニング2の新型の機関部開発にも、先日まで関わっていた。そうしたこれまでの開発、運用実績からは、アメリカのゼネラル・エレクトリック社やプラット&ホイットニー社と並んで、西側諸国を代表するエンジンサプライヤーであり、艦艇搭載用の機関部も多数手掛けるなど、有数の技術力を持つ。ことに、ロールス・ロイス社は、従来のテンペスト計画でも、同様のポジションで、機関部開発の主管を担っていた経緯もあり、今後の戦闘機の機関部に、必須の大電力の確保と、冷却能力の実現についても、ノウハウを蓄積してきたと目されている。ただし、そうしたロールス・ロイス社であっても、テンペスト計画における機関部の開発には難航していたと伝えられており、戦闘機における機関部の開発がいかに高いハードルなのかを感じさせていたことも記憶に新しい。その中では、日本で機関部を担当する IHI 社は、2018年6月に XF-91 と呼称される戦闘機用エンジンの試作機を、すでに防衛装備庁に1機ではあるが納入しており、当時はこのエンジンが数値上では世界的な水準を示したことが話題となった。IHI 社の XF-91 エンジンはアフターバーナーを使用した場合の推力は15トン以上と十分な推力を発揮しており、かつ空気吸入口付近の温度も1800度以上を計測すると、地上における単体での性能試験とはいえ、高い数値をクリアしていた。この XF-91 エンジンを IHI 社が開発中であることは、中国メディアである八卦号にも取り上げられたことがあり、自国でも、戦闘機の機関部の国産化と量産化が、課題となっていた同国において、関心が払われていたことは間違いない。そうした地上試験時の数値や、海外メディアからの注目もあって、一時期は、日本でも、次期戦闘機の機関部については、目途が立ったと見る向きも一部にあったが、現実的な論者の間では、まだまだ、実用化には、疑義が呈されてもいた。その最大の理由が、日本には、こうした戦闘機用のエンジンを十分にテストするための ATF、アルティチュードテストファクトリーという、陸上で、高高度でのエンジンの状態をシミュレートする設備がないことが大きい。この ATF、アルティチュードテストファクトリーと、呼称される陸上の施設は、アメリカ、ロシア、中国、
イギリス、フランスといった自国で戦闘機開発を手掛けてきた国々は、高い性能のものを自前で保有している。しかし、日本にはこの設備がないため、IHI 社の XF91 エンジンも、現実的で正確な性能の検証が行われているわけではなく、その意味からも、実際に量産化するまでの工程には、まだまだ、遠く険しい隔たりがあると指摘されている状態である。そのため、今回の次期戦闘機開発においては、日本、イギリス、イタリアの3カ国による、GCAP、グローバルコンバットエアープログラムとなったことで、イギリスの持つ ATF、アルティチュードテストファクトリーが、機関部のテストを担当するだろう。そこに、今の IHI 社の XF91 エンジンを持ち込んで、改めてテストを行うという選択肢があるのか否か、非常に可能性は低いのではないかと、個人的には考えているが、結果として、実用的な戦闘機用エンジンが生み出されれば、是とすべきなのだろう。